ピソード、じゃあちょっと見ててね。はい、これはですね、VD カメラがついていて、こちらのモモの疲れのところ、上のところに赤外線を反応するマークがついています。こちらで場所を確認しています。ちょっと失礼します。よく聞きました。はい、ありがとうございます。じゃあお兄ちゃん、ちょっと後でできるようにするので、ちょっと待ってもらっていいですか。はい、今度はですね、後ろに別の料理モモというのがありますので、そちらを先にご紹介いたします。僕やりたいな。はい、今度はまた、あの白い車のようなものが動き出しますので、そちらが見えるところでお待ちください。これですね。さあ、今からこのロボットが料理をしてくれます。実際の料理をするわけではないんですけども、まあ、いつかは実際のお家で使えるような存在になれるといいかなと思ってます。ちょっと音が出てないんで、ちょっと待ってくださいね。 OK、 大丈夫そうですね。よいしょ。じゃあ、やってみたい子いるかな。そんなに難しくないけど、いない？私やっていいですか？はい。そんな難しくない。でね、好きなの何か1個取って、この中に入れてもらっていいですか？おっと、胡椒。はい。いいね、センスがいい。はい、じゃあこれで火をちょっと炊いてください。はい。はい、OK。じゃあ、これで一回やってみましょう。で、今お兄さんが胡椒を選んでくれて、鍋の中に入れてくれます。火の音がふわーってなってますね。ちょっと水の音みたいに聞こえますけど、火の音だと思ってください。さあ、今からこの胡椒をつかみに行きます。ちょっと変なところに行きますけども、ちゃんとできるかな。火が止まっちゃいますね。ごめんなさい、もうちょっと。はい、つかみに行きますよ。で、また上に変な黒いマークがついていますね。これで赤外線を反応しています。しっかりつかみます。ちょっと先の方をつかみすぎてますけども、ちゃんと鍋の中まで持っていってくれます。大丈夫。はい、このようなキッチンで動くロボットとか、横を畳むロボットというのは他では見られないものなので、ぜひ何かしら感じていただいて、実生活でちょっとイメージをしてみてくださいね。さあ、鍋の中まで持っていって、たまにこの子ごと鍋の中に落ちちゃうんですけど、今日は大丈夫ですね。できないです。あら、落ちなかったですね。まあ、落ちたつもりで、実際は火を使ってあの料理をするっていう感じですね。じゃあ、今度はこっちです。さあ、お皿が綺麗に並んでいますね。でも1枚だけポツンと取り残されちゃってますので、そのお皿を並べてもらおうと思います。で、ここではお皿を並べるお仕事なんですけど、この配膳モモはいろいろなことに多分使えると思います。例えば、綺麗になった部屋、掃除したばっかりの綺麗になった部屋を写真で撮ってあげます。そうすると、例えばこういうふうにプリントアウトされますよね。で、綺麗に撮った写真をですね、モモに見せてあげると、その通りに元の綺麗な状態に戻してくれます。例えば、今ここでは本棚が写ってますね。ぐちゃぐちゃになった本棚とかも綺麗に写真で収めておけば、後でもう一回綺麗に直してくれるですね。じゃあ、今日はお皿を並べてくれるお仕事なので、写真を見せてみたいと思います。じゃあ近いので写真を持って、大丈夫、何も怖くない、大丈夫だよ。で、この赤い目のあたりに写真がついてるんで、ちょっと見せてもらっていいですか。もうちょっと真ん中の方で、もうちょっと面白そうですね。あの黒い変なマークが見える中に収まる、そうですそうです。はい、 OK です。じゃあ閉めちゃいます。はい、ありがとうございます。じゃあ今写真見せましたので、さあ、綺麗に並べてくれるはずですよ。あんまり成功率がこの子は高くなくて、5回ぐらい1日ツアーをやるんですけど、1回もできなかった時とかあるんですね。今日はちゃんとやってるかな。大丈夫ですね。この中、光がついていますけど、光はただの目印で、写真で並べた通りにきちんと並べてくれます。光はなくても
きちんと綺麗に並べられます。 OK、 よくできました。で、まあ、今日3つ見ていただいたんですけども、まあ、正直自分がやった方が早かったりちょっと遅いですよね。でもここにいるロボットはですね、皆さんが思い描いているロボットとはちょっと違うかなと思うんです。すごいロボットって聞くとすごく大きいロボットとか人間よりも強いとかいうイメージがありますけども、ここのロボットはそうじゃなくて、こういうマスコットキャラクターですね、モンモっていうのがいろんなものに取り付いて私たちと仲良くコミュニケーションをとってお仕事をしてくれるロボットなので、ちょっと違ったロボットを今日見れたんじゃないかなと思います。他にもいろいろ遊ぶものがありますので、今日ちょっと文字までですけど最後まで楽しんでいってくださいね。本日はどうもありがとうございました。ん？また乗った。倒れた。何？倒れた？これが